今回ですね、広島来た理由、なんと私ここの校長、校長かも私、今回ここ広島に来た理由はですね、何ですか、なんと、はい、この高校を受験します。難しい高校なんじゃない、ここ。おはようございます。ということでですね、本日最終日でございます。最終日は頑張ってお散歩チャンネルしたいということで、お散歩チャンネルしに行きます。お散歩用にこちらアベールでぬいぐるみの可愛いのを2人でゲットしました。それでは行きます。こっち、お散歩チャンネルしに来たらめっちゃ人多かったんだけど、ちょっと歩く、ちょっと歩こう、ちょっと出てみます。寒いかな。広島もさ、鹿がいっぱいいるらしくてさ、鹿も降ってない。よっしゃ、はい、ということで海来ました。ちょっと海から舐めてみる。やだ。ちなみにホテルの外観見てください。自分初めて見たら薄くない？うん、三角形になってるのかな。よく YouTube で見る薄物件みたいな形だからさ、さっきからこれイルカじゃない、泣いてんの。パピコ曰く瀬戸内海でイルカ見たことないと。じゃあこれ誰が泣いてんの。瀬戸内海めちゃめちゃ穏やかなんですけど、ちょっと欧州かわかんないんですけど、水ここまで来てんの。設計ミスかな。じゃあまだとこういう設計してんじゃないの。歩きます。ここからさ、上行けなくない。そう、あ、行ける行ける、曲がれる、そのまんま。あ、濡れるじゃん。そう、2、3回ぐらい海を渡ったことあるよね。じゃあ、え、あ、広島からってことね。ここちょうど角です。なんかすごいね。すごいな、俺こう M 字型になって。あ、でもさ、あ、そっか、部屋違うんじゃない、こっちの人とこっちの人。スイーツルームなのかな。スイーツルームおもろいスイートね。ここが宮島行けます。のんちゃんさっき乗ってるって言ったらこれじゃないの。これだよ多分。うん、橋の方まで来ました。一番橋じゃない。うわ、海の匂いする。うわお、めっちゃ波、ウケる。ちょっと私たち行けてないところが一つあって、このホテルの中にトップオブザ広島っていう、トップオブ広島ね、うん、めちゃめちゃ極めたネーミングセンスの場所があるんですけど最上階のラウンジね、そこ行きたいんで行きます。飲み物飲める、行けたらね。可愛くね、ちょっとほうじゃここ来て。チェックアウトめっちゃ並んでる。チェックアウト、チェックアウト必要なの。当たり前でしょ。割り皮じゃん。めっちゃ可愛くない。可愛い、もみじしたらいいじゃん。トップオブザ、押せた。このボタン押せるやついないよ。勇者最上階。最上階へお作りいたします。お疲れいたします。あれじゃん。それではタワーブテラの世界へ、いってらっしゃい、いってらっしゃい。ここなんかバイキングらしくって、コーヒーも良いらしいんで、いただきます。めっちゃ逆光、逆光パラダイスってことでしたね。今着きまして、カフェオレを飲んでます。たしなむ景色は、ここ夜綺麗だな。夜多分バードだよね。で、パピコがさっきですね、お土産屋さんで黒の千羽鶴の折り鶴ね。千羽鶴は1000個だから、折り鶴の金札をゲットしてました。ということで、ここでちょっと優雅にいたいと思います。ピンピンピン。あと昨日、広島のイコカみたいなの欲しかったんだけどなかったから、切符買いました。すごいね。あ、後ろも鏡なんだ、びっくりしちゃった。夜来たかったです、うん、10時までやってるって。はい、ということで最終日は大雨の予報だったんですけれども、天気も晴れて嬉しいです。ということで、こちらのホテルにお世話になりました。プリンスホテル、うん、プリンスって感じなんですけれども、それでは帰ります。悲しいよ、悲しいよ。今回ですね、広島来た理由、なんと私ここの校長、校長かも
もう一回もう一回。私今回ここ広島に来た理由はですね、何ですか？なんと、はい、この高校を受験します。難しい高校なんじゃない、ここ。1000ということでですね、こちらなんとあのパピコの母校らしいです。広島県立広島井口高等学校。おお、井の口らしい。井の口高等学校です。ということでお散歩でした。すいません。野球やってました、カキンって。ということでですね、今いとこたちとバイバイしまして、中に入りまして、はい、帰ります。はい、見てください、このお土産の量。広島に久しぶりに来るとこの量になります。もみじまんじゅう家用に買ったりとか、うん、あとはおばあちゃん、東京の方のおばあちゃんとかいろんな人に買ってたら気づいたらこんだけの量になってました。あと10分で新幹線乗ります。次は車内でレッツゴー。はい、ということでバタバタしてたんですけども、なんとあのちょうどね、上に行った電車がうちらが乗らないといけなかったやつで、やばいとか言って乗りました。すいません、後ろの方下げても大丈夫ですか？失礼します。東京行きです。東京行きです。それでは東京に帰ります。4時間から、もうすぐ発車します。6分発です。はい、ということで今、はい、時間が、はい、こちらです。4時36分なんですけども、はい、もうすぐ日が暮れるということで、はい、新幹線の中での撮影を最後にしようと思って、はい、でも今トンネルの中だから全然関係ないんですけど、今ですね、ショートの動画を編集してて、スケートやったりとかボーリングも編集した。こんな感じでショートのね、広島の旅行のものをたくさんあげてますので、またね、広島行きたい。なんかいつもは広島は長期休みに行ってたんですよね。そうそう、夏休みとかに行ってたから1週間ぐらい行けたんだけど、今回は着くよ、岡山や。おお、岡山はテンション上がる。今度ちょっとあれだね、1週間ぐらい行きたいね。そうだから、なんかいつもは正月に帰ってさ、毎年ね、その帰ってるっていうのはね。あとはさ、今回さ、撮影用にさホテル泊まったけど、いつもはさ、どこの時間に泊まるからさ。そうそうそう、それもそうだったんだけど、まあでもホテルに泊まったのもなんか新鮮楽しかったし、1週間ホテル泊まるもありだし、もう今回いいお部屋だったの、しかも、だから1週間分ぐらいの値段、もっとしてはね、お値段わかんないんですけど、でも次はアパホテルでもなんでも大丈夫なんで、全然ね、行ける、うん、1週間アパホテルおもろい、絶対さ、部屋ぐっちゃぐちゃになる。3泊4日ぐらいがちょうどいいかなって思うね、思った。3日ぐらいさ、広島いたかったよね。うん、久しぶりに行ったのにもかかわらず時間が少なかったから、本当にあっという間だった。広島観光とかもね、本当はしたかったんですけどね。平和公園とかもね、もし並べたら並べたかったしとか、いろいろ資料館だっけ、行きたかったよね。そう、資料館、そうそう、いろいろね、まだまだ楽しみたかったんですけど、これは次の楽しみに取っとくということでですね、多分こういう旅行動画とかもね、新鮮で楽しいと思うのでやりたいと思います。今回広島にいたんですけど、逆にね、これさ、あれだよね、スマホのさ、あれだよね、私のもできるかも。岡山いいな、岡山で降りたいんですけど。ございませんか。お出口左側なんですけれども、お、上手、うん、読ませなくていい、絶対 Thank you。発音良かったですね。それでは聞いてください。佐藤萌歌さんで群れ飛びた。ね、二人とも勝ってたの。何の心からめてもいいリリリ。ということで岡山に着きました。ホテルでも3本ぐらい撮りまして、うん、買い取ったので。まずこれが何本になってるか分かんないよね。そうですね。1本になるかもしれないし、2本か3本にもなるかもしれない。だから2本3本ないよね。1本かな、うん、分かんないけど。ということで、お家に帰ってまいりました。マイホームいいですね、お家は。お家はなう、はい、ということで、夜ご飯は広島で買ってきたものがありまして、広島限定といいますか、広島にいたら絶対買うおにぎりがありまして、
武蔵タペコが大好きなお店なんですけれども、広島に行ったらお好み焼きを食べて武蔵を食べるっていうのがタペコのノルマだったんですけれども、3日目にして実現しました。ご紹介しまーす。まずはこちら、あれ食ったか、これ食ってないよ。俵結び5つ、これが美味しいらしいです。私も俵結びにした。俵結びを2個買いました。こんな感じでと、こちらですね、これ開けたのがこちら三分かけみたいな紹介の仕方です。はい、唐揚げとかお弁当らしいお弁当です ね。新幹線の匂いしない。出た、家族4人でこれつくづくらしい。つくづくらしい、つくづくらしいよ、うん、つくづくしようと思います、うん、それではおにぎりいただきます。いただきます。中の中が何になるか、ね、同じこと言う。いただきます。うん、鮭、うん、いただきます。うめ、ね、うん、うん、違うのがこの中入ってるの全部。うん、やった。あ、美味しい。タペコ曰くこれもご飯にね味がついてるんですって。色もついてるね、うん、そこが美味しさのポイントらしいです。すいません、ドロリだって。もうそれ寝るだけなんですよ、明日学校なんで。いろいろ回してみたんですけれども、何本なってるのかのようの編集してないのでまだ分かんないんですけど、これにて広島旅行終了でございます。久しぶりに広島帰りでよかったねと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。広島来たの見つけたという人もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。なんかスケート行ったんだけど、 TikTok その日あげたの、スケート行った日にね、まあ、コメント欄でののちゃん、ほのぼちゃん見かけましたみたいな。あ、そうね、 Twitter もね、あれもしかして広島いるみたいな、ああ、あったから、また今度広島で見かけた時は声かけてくださいということで、また次回ののえのまぐろでお会いしましょう。キャラバイバイちゃん。